シアトルマリナーズ、シアトルマリナーズ、略称、C は、メジャーリーグベースボール、以下、MLB アメリカンリーグ西地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、ワシントン州シアトルにある、セーフコフィールド。MLB 球団としては最も北、北緯47度35分に、本拠地を持つ。チーム名、船員や水平の位の由来は、 シアトルが港町だったことから問われている。アメリカンリーグ所属の15球団で唯一、リーグ優勝及びワールドシリーズ進出を果たしたことがなく、現在では MLB30 球団で最もポストシーズン進出から遠ざかっているチームである。1969年に実施されたアメリカンリーグの球団拡張に際して、シアトルにパイロッツ、 パイロッツという MLB 球団が創設された。しかし、赤字続きだったパイロッツは、経営難に陥り、わずか1年で、ミルウォーキーへと移転。移転した球団は、ミルウォーキーブルワーズとなった。シアトルは、この移転が不当であるとして、MLB 機構を告訴。この訴訟は1976年まで続けられたが、MLB 機構が1977年の、 アメリカンリーグ球団拡張でシアトルに球団を設置するという条件を提示、告訴は取り下げられた。1977年に球団創設、名称を一般公募した結果、マリナーズ、マリナーズが選ばれた。監督にはダレル・ジョンソンが就任。同年4月6日、球団史上初の試合となる開幕戦が完成直後のキングドームで行われた。対戦相手は、 カリフォルニア・エンゼルス。開幕のマウンドに上がったのは、かつてパイロッツで開幕投手を務めたディエゴ・セギーだった。この試合には57,762人もの体幹集が詰めかけたが、7対0のスコアで大敗を喫した。その後もチームは、低調なまま、64勝98敗という成績でシーズン終了。そして、ここから14シーズン連続負け越しという、 長きにわたる低迷期が続く。2、ジムラフィーバーが監督に就任。80年代の低迷期を支えた、マーク・ラングストンを放出しての交換トレードで、獲得したランリィジョンソンの成長や、のドラフト会議、MLB で、全米1位で指名したケングリフィー・ジュニアの成長も、あって、次第に、チーム力は向上し、2は、球団創設15シーズン目にして、初の年間勝ち越し。 83勝79敗を達成。ラフィーバー監督はこのシーズン限りで退任する。1993年にルーピネラが監督に就任すると、1995年に初の地区優勝。また1997年にも二度目の地区優勝を果たす。しかし、いずれの年もプレーオフで敗退を喫し、リーグ優勝を逃した。この間、 ケン・グリフィー・ジュニア、エドガー・マルティネス、ランディ・ジョンソン、アレックス・ロドリゲスらが主力として活躍。その後、FA やトレードなどで地区優勝時に活躍した主力選手の大半がチームを去ったが、2は、ワイルドカードでプレーオフに進出2は年間116勝の MLB 大記録を樹立して地区優勝を果たしている。しかしながら、2000年、 2001年はいずれもリーグチャンピオンシップシリーズでニューヨークヤンキースに敗れる。計4度にわたってリーグ優勝、ワールドシリーズ進出を逃している。また、この間にジョン・オレル,ルド、佐々木和弘、一郎、ブレット・ブーナが加入し主力として活躍。その後、2002年のシーズン終了をもってルーピネラが監督を退任した。ルーピネラが監督を退任した後、 チーム成績は低迷を続け、2003年から2012年までの10年間に、畜細貝殻など、2008年と2011年にはシーズン100敗を期した。この間、GM 以下、監督、コーチが数多く更迭され、主力選手もトレードや FA、引退、あるいは不審による解雇などでチームを去った。 2013シーズンからテレビ局との新契約が始まり、年間約11億5000万ドルの放映権が得られるようになった。2012年からヒューストン・アストロズが同地区に所属したこともあり、再開とはならずとも地区優勝には遠いシーズンが続いた。2018年には89勝と検討したものの、そのオフに大胆な再建に踏み切った。トレードで、 ロビンソン家のジェームズ・パクストン、エドウィン・ディアス、アレックス・コロメ、ジーン・セグラなどの主力を次々と放出した。2004年8月までは、ニンテンドー相談役の山内博が共同オーナーの一人として名前を連ねていた。その後は、ニンテンドーの米国法人であるニンテンドー・オブ・アメリカ、ノアが3内の出資持ち分すべてを買い取り、筆頭オーナーとなった。 その関係で、球団会長兼 CEO ノア元会長のハワード・リンカーンが務めていたが、2016年4月、ノアは、リンカーンの優待申し出により、ノアが保有する出資持ち分の一部を譲渡する交渉を開始したことを明らかにした。2016年8月に、オーナー会議で承認され、持ち分を10%を残して、他の共同オーナーへ売却した。これに伴いリンカーンは、 球団会長兼 CEO から退いたが、取締役としては残留した。公認の筆頭オーナーは、マイクロソフト取締役などを務めている地元、シアトルの実業家がついた。この売却により、任天堂は、筆頭株主ではなくなったが、引き続き持ち分保有は続けることになった。これは共同オーナーたちがノアに対して、引き続き持ち分の保有を要請したことによる。 なお、政府コフィールドの一室には、オーナーとして、三内の写真が掲げてあったが、本人は現地に赴いたことがなかった。ちなみに、上記の売却方針は、三内の生前の2012年7月の時点ですでに、決められていたという。当時のノア会長で、売却の決定を行った、君島達樹社長、肩書当時によれば、この時点ですでに恒例となっていた。 リンカーンの優待を見据えた話し合いが行われたが、ニンテンドー及びノアから適当な公認を出せないとなったことから、山内がオーナーとなったそもそもの経緯でもある。マリナーズをシアトルから移転させてはならないという、絶対条件が確約さる状況が確認されれば、共同オーナーたちに売却する方針が決められたとのこと。ラリーフライ。 ラリーフライズはマリラーズのブロードキャスターであるマイク・ブロワーズによって2007年から開始された習慣である。ラリーフライが始まったきっかけは対シンシナティレッツの試合中、あるファンがファウルボールを取ろうとしてフライドポテトの入ったトレーをこぼしたことであった。放送の実況中にこれを見ていたブロワーズの相方デイブ・シムズは新たなフライドポテトをファンにおごるようブロワーズに持ちかけた。 ブロワーズはこれに同意して新たなフライドポテトをファンに届けるために彼の代理を行かせた。これがアダとなったのか次の試合からファンはメッセージの入ったボードを作りブロワーズに無料のフライポテトを求め始めたのである。また偶然にもフライドポテトが届けられるたびにマリナーズが得点したり同点に追いついたりした。こうしてラリーフライは誕生した。このラリーフライは 敵地ですらボードが作られるほど人気があったものの、2009年の8月1日に、プロワーズが、敵地では、ラリーフライの対象を選ばないことにするよ。と宣言して、敵地での配布は取りやめになった。ラリーフライを求めるファンやグループは、大抵の場合、凝ったコスチュームを着ていたり、おかしなメッセージの書かれたボードを振っていたりするが、 これは配布の対象がブロワーズの裁量で決定されるためである。また、配布の対象は通常の場合5から6回頃に選ばれるが、潜在的な候補は事前に大抵の回で示される。配布されるフライドポテトはアイバーズ・ビバーエス・セーフコフィールド内にあるシーフードレストランから提供され、量は配布の対象となる人数によって異なる。マリナーズには、 永久欠番の制定に関する基準が存在する。下記のいずれかの条件に該当する人物が対象となる。2016年1月に、ケング・リッフィージュニアがアメリカ野球殿堂入りし、初めてマリナーズ独自の欠番に指定されることとなった。1997年に設立され、9人が殿堂入りを果たしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。